本遠藤航さん、リバプールで今現在、英雄的存在となってる模様。遠藤は、日本やシュツットガルトの人々だけが予想できたアンフィールドの英雄になりつつある。日本でも懐疑的意見が多かったと思う。逆に活躍できるなんて意見見当たらなかったわ。またクラブの月間 MVP に選ばれた12月以降のパフォーマンスは圧巻で、今や不可欠な存在となった。遠藤は英雄に遠藤航で大正解。リバプールが昨夏に獲得しなかった6人を現地特集ファンは逃したのを喜んでいる。遠藤そのうち副キャプテンとかになりそうだな。チームメイトからの信頼エグい。マサナはアーノルドよりキャプテン向きだろ。遠藤は結局入った頃に言われてた通り天才的な補強になったな。広大なスペースをカバーしないといけないリバプールのアンカーにぴったりじゃん。加入当初全く遠藤にパス出されなかった頃が今となっては懐かしいな。みんな遠藤にパス出しまくりやん。ペップが名指しで幕あり遠藤を褒めたからな。それだけですげーよ。生きているうちにそんな日本人選手が見れるとは思わなかった。遠藤がボール持つとおっかないのは変わらんのだが、意外と組み立ても悪くなくてびっくり。カイセド、ベリンガムとか言ってたのが蓋開けたら遠藤だぞ。今は良かったと思うが。遠藤がくっついて幕張は回収。このコンビはマジで中盤支配するよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。